はい、和骨です。2018年5月の11日、13時34分です。よろしくお願いします。この枠は狐枠です。最後の枠です。よろしくお願いします。あ、見てたか、アンチども。宝箱3箱。見たか。もう、俺のファンをバカにするなよ。わかった。俺のファンをバカにするなよ。見てたのかよ。もうやめろ。わかったか？俺のファンの凄さ。いや、見てたのかって聞いてんだよ。うんうんじゃねえよ。うんうんじゃねえよ。見てたかよ。わかったか？俺のリスナーさんとの絆。見たか？いや、通常枠っていうかもう、奇跡だよね。いや、言ってたもん、最強の人間さん。通常枠だったら投げなかったわって。3年後に消えてません、僕は。いや、でじゃないよ。宝箱3箱もらったから、3箱。3箱だよ。宝箱3箱。大手でしょ、大手。いや、3年後に消えてないから。消えてないよ。すごかったよ。神回だよ、神回。すげえだろ、うちのリスナーさん。わかったのかよ。うんうんじゃなくてよ。いや、でじゃなくて、分かったのかっつってんの。やべえだろ。うんうんじゃねえんだよ。何、宝箱とかアホくさいって。羨ましいんだろ。何、ひがみ？今度は。ひがみ？何、見てなかったって。いや、見れてよかったよ、マジで。最高だったわ。いいんじゃない？香川さんに別にファンタスティック投げても。いや、香川さんにその実力があったって話でしょ。何言ってるか分かるでしょ。いや、自慢しに来たっつうか、報告に。いや、伸びてるでしょ。いや、宝箱3発もらったよ。分かった、もう。分かった？いや、狐には一応報告しないとと思って。やっぱ狐じゃないとコメント書けない人たちいるから。いつになっても伸びないって何？伸びてるでしょ。3年後のりこ生きてるよ。なんで3発で報告でしょ、これは。何、本当は3万って。ああ、何、食振りだったらってこと？いや、いいじゃん、食振りじゃなくて。いや、花火より還元率良くないよ。花火より、あ、花火の方還元率いいのか。いやいや、宝箱の方還元率いいよ。一発で5000円だから。いや、報告は必要でしょ、一応。アンチも含めてリスナーなんだから。いや、上がっても上がらなくても発狂してんのは、まあ、しょうがない、もう。メンヘラだから。いや、もう、いや、気が触れたね、正直。だって今日だけで7万円稼がせてもらったんですよ。頭おかしくなるでしょ。え、アイラが俺の監視してたの？うん、アイラ俺のこと好きだからな。いや、おかしくなるよ。たった3秒でさ、5000円もらえるんだよ。いや、10発っていうか、まあ1発でもちょっと褒めてくれよ。そこは褒めてくれよ。そこは褒めてくれないと、おかしいでしょ。せめて10発で。いや、わかるけど、言いたいことは。言いたいことはわかるけど、ただ、いや、ハードルを上げるなよ。ハードルを上げるなよ。一応3発は功績だろ、いくらなんでも。いや、囲い何人いるのか知らないよ、そんなの。もう、わかんないよ、そんなの。時給だから6000円、あ、違う、時給7000円だよ。11時間働いて、時給7000円だよ、俺。やばくない？あ、じゃあ6000円か。時給6000円。俺は直接支援は別にって感じ。なんかアイテムでみんなでシェアしたいから。いや、普通に考えてすごいよね、3発ね。普通に考えてすごくね。いや、頑張ったっつうか、超ありがてえよ。救われたよ。いや、もう今日は寝るわ、マジで。いや、本当になんか、もう、絶望と希望が、絶望と、希望がもう満ち溢れた。天国と地獄だった。
まあニコ生っぽいよな、キツネの方が。いや、寝るよ。寝るよ。はい、始めました、こんにちは。いやー、ハゲるわ、こんなの。NHK も何も、俺テレビ持ってねえもん。いやー、なんか疲れたっつうか、もう疲労がすげえ、もうプレッシャーが、毎日のプレッシャーがやべえ、ほんとに。っていうか、もう配信もどんどん頻度落ちてるしさ、もうなんか気が触れるよ、ほんとに。ハゲてるし、ハゲてるけど何？それは関係ないでしょ、配信と。配信の内容のミーティング、いや、髪の毛の話いいわよ。胃が痛いとかじゃない、もう頭痛い、頭痛、うなされる。首と頭痛が突き抜ける肩こり、そういう感じ。これ夢だったらやめて、そういうの。いや、考えられねえわ、これ夢とか、もうやめてよ。これ夢なの？これ夢なの？やだわ。これ夢かよ。いや、昼寝っつうか、もう疲れた、ヘトヘトだよ俺。気が触れそうだよマジで。こんなメンヘラになるよ。だけど100万稼ぐってどんだけ大変か本当に身に見てるんだけど、100万を稼ぐっていうことがどういうことかっていう、夢かよ。頭おかしくなるわ。いや、もう今日は頑張ったし、今日は助けられたでしょ。もう無理だって。俺33になるんだよ。もう24時間配信する体力なんかないよ。だったらゆっくり寝て明日また頑張ればいいじゃん。いや無理だって、無理だよ本当に。もう脳内麻薬出すぎてるんだって。いや、人生楽勝だと思ってない。ぶっちゃけて言うよ、これ本音よ、午後。これ稼いでるからそう見えるでしょ。本音言っていい。あの、本当のことを話すから、ひねくれた捉え方しないんだったら、上げ足取らないんだったら、午後本音を言うよ。本音を言うよ。ちゃんと聞くんなら。午後が上げ足取ったりとか、あの、しなくて、本音。本音を聞くんだったら、俺は本音を話すよ。午後に。ちゃんと聞く？ちゃんと聞いてくれる？あのね、今が一番辛い。正直。楽勝に見えるでしょ。今が配信やってて一番シビア。稼げば稼ぐほどほんとシビア。あのね、正直言うと、ふわっちやりたてで食えるようになったぐらいが一番嬉しかったの。もう金銭感覚狂ってるでしょ？いや、わかんないでしょ。稼げるようになったって、夢叶ったっていうところが一番ピークなんだよ。そっからはもう、そのプレッシャーが半端じゃないんだよ。半端じゃないんだよ。わかる？これが本音。マジで。やればやるほどプレッシャーで、もう本当にね、やばい。それが本音。楽に稼いでるって思ってるだろうなっていうのもわかる。あ、簡単だろうなっていう。そう、一回手にしたものを下げるっていうことは本能的に難しいんだよ。いや、いや、もう本当にきついよ。一回旨味を知ってしまうと、もうその味を忘れられないんだよ。今日リスは狙わないです、僕は。何お金とは何？ 24 号お金とは、一言で。お金って理解してないねって言うじゃん。お金とは何だい？あなたにとってお金とは、バカありがとう。何よ、あなたにとってお金って何なの？いやー、ありがとうございます。おめでとうっていうか、俺の力じゃないんだよ。いつも言ってるけど、いつも言ってるけど、俺の力ではないの。俺はやってること変わらねえんだよ。そうじゃねえんだよ。アイテムくれる人が助けたりしてるだけだから、だから俺の力だとは思ってないよ。
宝箱は高すぎる？高すぎるとまでは思わないけど、なんかすげえありがたいよ。うん、誕生日は5月の21。まだ。まだ日給1万超えたぐらいじゃねえか。いやだからもう俺はだからこの月100万稼ぐっていう100万プレイヤーがいるわけだよ、ふわっちには何人も。でしょ？100万プレイヤーに入りたいよ、本当に。リスナーの生活がめちゃくちゃになる。どういうこと？どういうこと？え、何を言ってんの ?48 号。え、何？リスナーの生活？宝箱は高すぎるって、リスナーの生活がめちゃくちゃになる。今日じゃない。誕生日は、話聞いて。誕生日21日。いや、100万稼ぐってえぐいよ、本当に。米読めるよ、大丈夫だよ。俺はニコ生で慣れてるから39号全部読めるから。自分で誰かに宝箱投げれるか考えて。え、何を言ってんのあなたは。俺あなたに宝箱投げてって言った？何？何を言ってんの？何を言ってんのあなた、勘違いしてるでしょ。俺宝箱投げろなんて言ってないよ。何をどう勘違いしたの？俺が宝箱強要したリスナーに。は？いや、切れるでしょ。なんかこんな私宝箱投げられないよみたいに言われたら。俺そんなこと言ってねえよ。そんなこと言ってねえよ。いや、切れるだろ、こんなの。なんなの？全然意味わかんないんだけど。読める読める。俺は慣れてるから。休暇の地上じゃねえよバカ野郎。いや、いや俺はいや、この枠はやりきるよ。最強のなんとかさんに、最強のなんとかさんに言ってんだろうがよ。お前に言ってねえだろバカが。うん、あのね、ごめんね、荒らしてる人ブロックしたらね、閲覧がなくなっちゃうの。本当にごめんね。うん、あのね、99% くらい荒らしだから、ごめんね、本当に。何バカは失礼だって。いや、俺はバカだよ。バカだけどさ、言ってないことを言ったようにやめてよ、ちょっと。最強の人間さんに言ったら悪いの？うん。いや、知らない、俺、金持ち。金儲けてる人がどういう人か知らない。だから、俺は稼ぎたいの。稼いだらわかるから。稼ぐ大変さが。分かりたいの。だから100万稼ぎたいの。あんな高価なものを投げてもらうぐらいな、それ相応のお返し、ね、そんなの求めてないから投げてくれるのは。51号さんありがとう。誕生日まであと動画、スクラッカーありがとう。なんなの、なんで俺には無理なの。だから、ね、答えから言ったよ。理由が分かんないから。俺に無理な理由を教えて。俺が100万稼げない理由を教えて。俺今臭いよ。いや、神々の気まぐれだと俺も思ってる。宝箱3発飛びましたね、ありがたいことに。だから一応、アンチにも報告しないとと思って、やりたくはないけど。うん、風船ありがとう。捨て頃、捨て頃、へますんなよ。ああ、ありがとう、頑張る。今日だけで7万稼いだ。うん、風呂に入るね。投げる人は見返り求めてないとは思うけど、俺は何も返せないよって。配信者、配信でしか稼げないから、あ、配信でしか恩返せないって言ってる。いや、俺は限界突破したいんだよ。うん、え、何共有、いや共有はしてるよ。だから報告してるわけじゃん、こう匿名さんにも本音で話すために。キツネ枠で、いや稼げたよありがとなっつって、共有はしてない。違う、みんなありがとなって言いに来たんだぜ、寝る前に。いや、俺ごときは100万なんて無理だろっていうのは別にあなたの感想でしょ。いや、大丈夫大丈夫、コメント連動うざいの分かるけど、俺は読めてるから。いや、俺貧乏だよ、自覚してるよ。だから100万つってんだ。うん、俺は自覚してるよ。俺は今金持ちだと思ってないよ。成功してると思ってないよ。俺はまず100万稼げるようになんないと次のステージ行けないと思ってんの。だからどうしても今月できなかったらもうダメだと思ってるから、今月こそは取りたいんだよ。はい、ワドツ。うん、花火やるからあれしろとかマウンティングするリスナーから見ても嫌い。そうでしょう。うん、
貯金なんかねえよ。あ、コメント読めてるよ、23号さん。読めてるでしょ、さっきから。引退、なんで引退すんだよ。どういう流れだよ。ワドンさん好きです、ありがとう。ワドンさん優しかったですよ。あ、ありがとうね、51号さん。ありがとう、クラッカーありがとうね。いや、誕生日だから上がるっていう保証なんかないよ。あの、よく言ってるけど。実際誕生日前になって今月グダグダだったじゃん。でしょ？普段より上がらなくなってんだから。俺はそういうもんだと思うけど。和道さんは優しいけどちょっと口臭い。俺が臭いの脇だわ、足だわ。あと、まあまあどこも厳しいよね、やっぱり、うん、お金以上の価値があります。ああ、ありがとう。くっさじゃねえよ。いやでもこれは気が触れる。風船ありがとう。ステッカー支援で300万稼げる TJ 言ってたから、お前もやれば稼げるんじゃね。TJ さんは多分閲覧多いからだね。ヒカルくんは半年でね、いくらって言った？ヒカルくんは半年で300万って言ってた。これは脇がですよ。誕生日にあげたいから今あげれないんじゃね。わかんねえ、それは。わかんねえ。ただ俺はやっぱり毎日毎日頑張ってて、やっぱりそこそこ食ってかないと不安で不安でしょうがないんだよね。不安で不安でしょうがない、やっぱ明日家賃払えるかとかさ、今日なんかさ家賃払ってさ、あの水道代払って、泊まったネット払って、もうそういう生活やだ。もう早く早くまともになりてえよ俺。いやマジで毎日そんな生活だから、もう気が狂いそうだよ本当に。いやでも AG ノーズがあるから俺には、至る所に、部屋の至る所に AG ノーズがあるからね。これがないとマジでやばいんだよな本当。結構あ、くせえ俺今 AG ノーズだらけだよ部屋の中。この辺にいっぱいある。いや俺が働ける、いやマジでやばいよ。ほらシミになってんのわかる、ほらこれがやばい。エナジー、俺のエナジー。手術はいいや、やっぱウィークポイントあった方がいいから。ウィークポイントがほら、すごいでしょ。メインの収入が配信である限り安定ありえない。いやだから本当にどうしていけばいいんだろうと思ってるね。どうしていったら俺はいいんだろうっていう。今後かつお節、鰹節って何？どんな匂い？あの獣臭だね。薬用のやつはいいんだ。明板も結構効いてたけど、寄り目は直さないかな。別に俺はそんなに、広末涼子にちょっと似てると思ってるから。イベント捨て頃とか出るよ。イベント出るよ、出る出る。仕事の依頼があったら出るよ。今度男官塾もあの裏方やってるけど。人の金で食えるようになった、笑わせるな。企業案件増やしたいね。いや画面から匂いはいかないから、雰囲気だけ、あのお香の匂い、チャンダンの匂いだと思ってくれたらいいよ。打ち出しだね。顎は治らない、これはアデノイド願望症、これは治らない。ヒゲでカバーだよ、ヒゲでカバー。なんかほんとニコ生みたいな画面だな。いやちょっとなんだよ、普通のコメント打ってよ。なんか弾幕うぜえんだけど。脇が自覚、いや沖縄旅行に行った時、親戚のおばさんにこの子臭いって言われた時だよね。母親結構怒ってたけど、親戚のおばさんがこの子臭いって言った時だよね。母親ちょっとキレてたよ。いや俺は読めるよ。だってニコ生やってんだから、これくらいコメント読めなかったら、あのニコ生なんかできないから。いやリスワンは狙ってない俺ね。読める読める、ニコ生なんかこんなの余裕だから。いやこの子臭いは結構ショックだったよ。耳ぐちゅぐちゅだね。いや荒れすぎでしょ、いくらなんでも。弾幕はやめろよ本当。脇がって自覚症状ないって本当。いや俺はわかるね、臭い時自分でわかるタイプ。
わからないタイプは鼻悪いんだろうな。俺はね、すぐわかるよ。あ、臭いだろうなっていう。自分としてはね、あんま臭い感じにしない。うん。いや、俺は Q ちゃん牧師じゃないよ。普通の米だから、見たら見てるよ。炎上になってる。あ、切るわ。ありがとう。教えてくれて。もう30分で終わりにするわ。もう今日はゆっくり寝るわ。あ、俺はだから、お風呂のケアとかするタイプだから全然大丈夫だよ。うん。全然ケアするタイプだから。はい。何のテストこれ。何がテストの。ああ感じだらけで目が疲れるね、うん、終わらないでってもう無理だよ。11時間半やってんだよ俺。さすがに頭おかしくなるって。いや弾幕はまあ楽しくはないよね。まあまあニコ生っぽくていいんじゃん、たまには。いやゆっくり休むわ。ありがとう宝箱おめでとう。いやあのくれた人に本当感謝ですね。クラッカーありがとう。うん、誕生、あ、消えちゃった、ごめん、うん、もうちょっとって何よ。いや11時間半やってんだぜ俺。11時間半やってんだよ。ずっと喋ってるんだよ。ずっと喋ってるんだよ。え、じゃあ宝箱もうだって宝箱終わったでしょ。もう飛ばねえよさすがに。宝箱返してっていう、返してっていう発想がよくわかんないわ。いやもう飛ばないって。よく書いたらダメなんだって。飛ぶと思う？じゃあ飛ぶと思う？俺はもう無理だと思うよ今日。もう花火師も寝たよ。いや解散だよね。あいや解散でしょ。え、21時花火ありがとうね。え、今日飛ぶかな？飛ぶ？マジで？え、今日まだ飛ぶと思う？え、花火何発飛ぶと思う？いや、わかった。じゃあ、わかった。7分で飛んだら延長するよ、じゃあ。7分で飛んだら延長する。飛ばないと思うよ、もう。無理無理無理。無理、飛ばないよ。もう寝たいもん、限界だよ。で、明日頑張ればいいんだよ。明日頑張れば。捨て頃頑張るよ。20行くわけね、25飛ぶわけねえじゃん。そんなにバブルは続かないんだって。もうすでに7万もいただいてんだよ。いや夕方起きれねえと思うな。うん、4、5発も飛ばない。誰ももう投げないよ、うん、今日は休むよ。もう頭痛いもんって思うでしょって。飛ばないっつうの。いや今日、うん、花火は今日なんか特別に飛びすぎてた気がする。なんかおかしいぐらい飛んでたから。うん、絶対おかしい今日は。なんかすげえ株価が上がったんじゃないのって思うじゃんっていうか。いや疲れてイライラしちゃうとね、リスナーさんに迷惑かかるからね。今日休んだ方がいいよね絶対。俺もそう思うわ。そう、欲書いたらダメなんだって。やめとき大事だよ。リスナー大事だよ俺。どこがリスナー大事にしてないと思ったの。そう、たまにね神々の気まくれでこうダーンっていくけど、いや今日はもう飛ばないって。いやいや飛ばない飛ばない。俺はわかるって。俺 100% 断言できるよ。あと6分で一発も飛ばないよ。だからもう寝るよ。脇の手入れは欠かさないって。バーガープレゼントありがとう。もう解散でいいでしょ。いやだから天竜日と神々の遊びなんだって。いや今やめるよ。もうあと5分でやめる。いやいやもうビッグウェーブ過ぎたでしょ。いやもう今日頑張ったでしょ。さすがに。リスナー大事にしてるじゃん。何が逃げてんの？何が逃げてるの ?58 号。何がどう逃げてると思ったの？アンチ枠じゃ飛ばないと俺も思う。昔は飛んだけど最近流れが変わって花火師さんもなんか狐枠やっぱダメだなってなってるもん、うん、いやいけないいけない。引き時大事だよ。いやいやずるずる疲れをためたらダメなんだって。俺は人間なんだから神様じゃねえんだから、うん、
時々大事だよ。なんか意味のない漢字の弾幕ブロックするよ。意味のない漢字の弾幕やめて、ブロックするよ。金だけもらってすぐ逃げるなってどういうこと？何、金だけもらってて俺11時間ずっと喋ってるんだよ。45号さん頑張ります、ありがとう、楽しみにしてるわ、ありがとうね。何、11時間喋って一部の応援してくれる人が言うならわかるけど、それでリスナーさん大事にしてないってどういうことだよ。めちゃめちゃやってるじゃん。違う？ゆっくり休ませてよ。ねえ、あ、ありがとうね。21日、15さんありがとう。うん。大した話してないと、お前、雑談やったことあんのか？アンチだけど今日は寝た方がいい、ありがとう。うん。旅配信頑張ってるやつは毎日12時間以上頑張って配信してるのに比べたら大したことない。知らねえよ、俺旅配信者じゃねえもん。メガホンありがとう。なんで俺に旅配信者、他と比べんじゃねえよ。知らねえよ。メガホンありがとう。うん、いや、お前ら11時間配信やったことねえからわかんねえんだよ。うん、いや、感じ邪魔だよね、本当に。うぜえな。小さくしよう。封印しよう。これくらいにしたらいいか。ざま。いいのか、弾幕ばっかり書いてるの。こうするぞお前。いや、もうこんなもん、俺からしたらこんな存在だから、こんな存在。いいのかおい、弾幕やめろ。漢字うんうんがうざいね。足草ってなんだお前、やめろ。大した内容がない配信、お前の問題だろそれが。はい、ということで皆さんありがとうございました。今日はたくさんアイテムいただけて嬉しかったです。途中の配信で怒鳴ってしまって申し訳ありませんでした。はい、キツネワークのみんなも応援してくれてありがとうございます。弾幕は意味ないから、別に聞かないし。いや、怒鳴ってしまって申し訳ありませんでした。中身2分何それ、中身2分は言い過ぎだろ。めちゃめちゃハピネスな放送やっただろ。はい、頑張ります。次枠いかねえよもう。お前らさ、次枠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 ってお前ほんと壊れるぞ。次枠ない、もうもう無理だよ。宝箱返してくださいって2人しか投げてねえから、なんか気まずいからそういうのやめて。うん、なんかそういう、この人こういうこと書く人なのかなって勘ぐりながら雑談やりたくないから、そういうのやめて。宝箱返してくださいって、それなんかそういうのやめて。2人しか投げてないから、なんかすげえ重たいから、何返せって、何返せって。あー、もういいもういいもういい、お疲れ、もういいもういい、あー、もうダメだ、頭おかしくなるこいつら。あー、お疲れ。